岡さんこんばんは。来年ホロスターズのオーディションを受けようと思ってます。アドバイスなどがあれば教えてください。それと岡さんの経験談も聞きたいです。岡さんの経験談は、街歩いてたら忍にスカウトされたので何にも参考になりません。忍もいません。難しいですね。大体さ、なんか 100% 何かやれたとしても、絶対受かるもんでもないと思うんですよ。もしオーディション受けるとして、なんだろうな、こういうのって1回のオーディションで絶対受かろうと思わない方がいいっていうか、そういうところあるっていうのはなんか聞いたことあります。なんかさ、もう俺はこれにかけてるんだ、これがもし落ちたらもう何もかも諦めてやるっていう考えだと良くないと思う。どっちかっていうと受かるまで送り続けてやるぜぐらいの気概の方がいいんじゃないでしょうか。そう、そんな感じだと思います。まあ、あとはね、運もあると思うんですよ。多分そのさ、アップローとか分かりやすいけど、テーマがねあるんですよ。多分デビューするメンバーってそのテーマに沿って、たとえめちゃくちゃね、なんでしょう、適性があったの、配信者適性があったとしても、そのテーマに合ってないから今回はごめんなさいとかっていうパターンとかもあると思うんですよ。なので一回落ちたとかでなんかもう俺は適性ないんだっていうよりは、次はこういうアプローチしようぐらいの気持ちでやってったらいいんじゃないかな。あとは、お金稼ぐ方法を別にちゃんと持っておいた方がいい。仕事、例えば仮に今ホロスター受けようとしてる人が、高校生だったとしよう。で、大学生とかにしようか。大学生だったとしよう。就職蹴って、オーディション受けますとやめた方がいい。いくらの、正直受かった後に、いくらでも、就職とかした後でも、まあ、会社には迷惑だけどさ、やめようと思えばやめれんのよ。生活ができなくなる状態になったら、もう何にもできないから。ね。そう。だから、やるなら、ちゃんとお金稼ぎながら、やった方がいいと思います。はい。常に何かしらその自分の生活を支える何かを持っておけ。オーガさんから言えることはこれぐらいでしょうか。